乃木坂46の公式 YouTube チャンネル、乃木坂配信中、第1月13日に動画を更新、祝しげと、今年も新成人メンバーが振袖をご紹介、抱負&福助決定、乃木坂ぴょんぴょん世代、と題して、成人式を終えた伊藤リリア、柴田ゆな、八久保美代、池田英社、中西アルノが登場し、着ている振袖の紹介と新成人の抱負を発表した。メンバーがそれぞれ振袖を紹介。まずは伊藤、紺色と帯の金色がいいなって思いました。絵柄は夜桜らしいです、と振袖を紹介し、正直、何にしたらいいかわからなくて、同期のみんなに相談して、紺と金の組み合わせ、良いんじゃない、っていうので。それと私沖縄出身だから、青には海っぽさがあるかなって思って、と選んだ理由を明かした。髪飾りも金色で大人っぽい雰囲気に、八久保が選んだ振袖は赤、多分、みんなはピンクちゃんを選ぶと思ってたんじゃないかな、と言って、母が、絞りの振袖がいいんじゃないか、って言ってたので、だったら王道の赤がいいかなって思って、と意外なセレクトの理由を説明。帯にはペンライトカラーの黄色をしっかりと取り入れている。バル、柴田は赤をどうしても着たくて、これにしました、と赤を基調にした振袖をセレクト。金の柄の部分も多く、ゴージャスな雰囲気。そして、同じ赤でも差別化するために、格好良い系にしたの、と帯や草履は黒を取り入れたものをチョイスした。蝶々の形の髪飾りに、他のメンバーから、可愛い、の声が。池田は緑の振袖を選択。私の中でこの色に憧れがあって、それと伝統的な和柄の着物を着てみたいと思ったので、これが着れてすごく嬉しいです。サイリウムが緑と白なので、と大満足。本人的には、遅れ毛もポイントとのこと。最後は中西、王道の赤にしました。私は乃木神社での、斉藤、飛鳥さんの振袖を見て、王道の赤、可愛い、と思って、私も赤にしてみました、と理由を語り、他のメンバーから、貨幣が可愛い、造身を忘れてないね、と言われると、ありがとうございます、と笑顔を見せた。抱負を漢字一文字で表現。続いては新成人の抱負を漢字一文字で表現。伊藤が書いたのは、こう、去年、好きなものをお仕事としていろいろやらせてもらったから、今年はもっと好きなものをアピールして、どんどんお仕事していって。いろんな層の人に乃木坂46を知ってもらいたい、と理由を発表。八久保が書いたのは漢字一文字ではなくウサギの絵。私はウサギがただただ好きなので書きました。と今年も早速マイペースっぷりを発揮。ブログとかインスタグラムにも意味もなくウサギを貼り付けてしまうぐらいウサギが好きで、うどしだから良いことあるかな、とにっこり。柴田は、新を書いて、去年、ちょっと進んだけど、一年止まっていた感覚があったんです。今年は新たなジャンルに挑戦したいと思っていて、グループとしても個人としても進んでいきたい、と力強く宣言。